65キロリミットのスーパーライト級です。かける天才佐野天馬に対するは斉藤光也、非常に落ち着き払った表情です。身長でかいですね。カーリング中央優斗選手、そうですよね。185センチが斉藤です。佐野が172センチ。この身長差どうかというところですが、石川さん、はい、斉藤の方はこの身長でも激闘派なんですよね。そうなんですよね。パンチで前回の試合もね、1ラウンドで3回ダウン、パンチでダウンを奪ったりとかですね、別に自分が打ち下ろしてるわけではないんですけど、この長身だからこそ勝手に打ち下ろすパンチになっちゃうんですよね、はい、でそれによって体重がしっかり乗るパンチになるので、上からパンチ非常に重いと思います。結果気がつけば相手が倒れていると、はい、そうですね。そのモンコンを取りました。こちらは佐野天馬です。松谷選手、はい、アロンザにも佐野が練習に来たりってしてたんですよね、はい、そうですね。ちょっと一緒にマスとかやらせてもらったりもしてたんですけど。どういう印象ですか？いや、もうテクニックがもう とにかくすごくて、スピードもすごい速いので、はいはい、めちゃくちゃ注目してます。うん、ただちょっと体がどうですかね。やっぱりあの減量結構楽なんですかね、佐野の方ですか、はい。まあ、これまでスーパーフェザー級で戦ってきて、ね、はい、スーパーライトでの戦いですの です、ね、プラス5キロですよ ね、 そうですね。全然ちょっと減量してる感じはないと思うので、うん、ただこれがいいとか悪いとかは試合には関係ないと思うので、どころ動かすね。そうですね、久しぶりのこのクラッシュのリングで、ね、伸びます。斉藤、青いグローブ入れ替えて膝下がった佐野、大丈夫か。こういう膝とパンチのつなぎ、こののがね、この斉藤選手の真骨頂ですよね。みんながビビるような KO を見せたいと斉藤です。この自分の距離でやられるとやりにくいですね。これ打ち返せないんですよ。優斗選手、佐野のパンチは届かないからこそ打ち返せないんでしょうか。そういうことです、はい、自分の距離で詰めるときも自分の距離でっていう形でやられると、結構身長差あるときは厳しいかもしれないです。詰めたいですね、もうちょっと。優斗選手はこういう身長差ある相手ってどう攻めていきますか。僕は問題ないです。問題ないですか、はい、やっぱそれをちょっと、そうですね、そうですね、今の距離ですね、うん、強引に、はい、優斗選手も得意な距離ですもんね。そうですね。ローキック佐野、リーチがめちゃくちゃ長いんでやりにくそうですね、すごく、ただ松谷選手、はい、佐野ってたくさん引き出しあるんですよね。そうですね、足技もすごい多彩なので、はいはい、それをちょっと見せてほしいなと思いますね。キャリアもありますしね。もう最近はね、佐野選手試合間隔長くなっちゃって、昔はね、もう本当に 2,3 ヶ月に1回っていう、当たり前のように試合もこなしましたからね、はい、うん、ベテランですか。もう、はい、僕も結構名前はずっと聞いてたんで、うん、もうクラッシュでもアンダー55キロの新人王にも輝いた実績を持ちますが、斉藤のパンチに蹴り、今の見えました。石川さん、今打ち下ろしのパンチ一つありましたね、はい、そうですね。ああいうの被弾してるとは言うんだけど、でもやっぱ佐野選手はやっぱ冷静ですよね。顔に絶対出さないし、あの前までね、佐野選手はスロースターターだったんですけど、最近本当に激闘派への転身がうまくね、ファイトスタイルのチェンジができているので、 K1 で島野幸太郎と戦った時なんかはもう特に激闘派全面に押し出してましたね。すごい激試合でしたからね、はい、カーキック効いたか、バランスを崩しました。ふーっと息を吐きました。斉藤、松谷選手、ナイスという言葉ありましたが、はい、ハーフ、そうですね、足やっぱ潰していきたいと思うんで、はい、ハーフはすごい有効的ですね。長身の相手にカップキックってやはり有効ですか、はい、入りやすいと思いますね、やっぱり、ええ、足も長いんで、その分ちょっと入りやすいです。平手か、少し左足を上げるようになりました、はい、斉藤。そしてここから上へもつなげていきますが、佐野、顔面前切りがすごい、この選手的には嫌だと思うんで、はい、はい、どんどん足潰していきたいですね。下から下から崩していけるか、相模大のクレスト所属の26歳佐野天馬です。クレストさんはカフとか三日月とか上手いですからね、よく教えてると思います。はい、優斗選手、第1ラウンド、まあ、途中から佐野が盛り返した形になりましたか。はい、だいぶ距離が近くなったと思います。はい、石川選手いかがですか。石川さんいかがですか、はい、今ですね、クレストの中村渡辺代表はですね、はい、この佐野選手に今その戦い方、今多分こうしたらこういんだっていうのをなんか伝授している。それで佐野選手も大きく長づいているので、はい、この2ラウンド目、この佐野選手はこの冷静に戦うことができるぐらいのキャリアと頭脳を持っているので、はい、ここからまた逆にこの2ラウンド目は、斉藤選手のこれ前蹴りだったり膝だったりのロングリーチ手こずるとは思うんですけど、そこを、ね、うまくかいくぐっていくような戦略を切り替えていくんじゃないかなという気がしてますね、はい、ここからその新たな引き出しを開けるか佐野天馬。
斉藤はこれがキャリア8戦目です。佐野は32戦目結構差があるっすよね、4倍のキャリアの差があります。飛び膝からパンチをまとめていく斉藤、そうちょっと斉藤選手のガードが低いんで気になりますね、そこですね多分おそらく、狙っていくるんじゃないかなと思いますね、石川さん佐野が見てますもんね、そうですね、どうしてもこのねこの長身ロングリーチからの選定はなかなかね、やられてしまうとどうしてもこのロープを背負わされてしまう、この力と体重があるから、そうですよね、カフケたほうがいいですね、圧力はあります。斉藤佐野ボディ、左のボディ、それでも前に出ていく、もう一度ボディ、ボディに活路を見出した、そうプレッシャーかけられちゃうと厳しい、コーナーです。今みたいな耳の裏のパンチとか嫌ですね、そうこういうやつ、組みついた時のパンチですね、ユート選手これまた入りとしては佐野が押される展開になってますが、そうですね、ムエタイにもやっぱいろんなタイプあるんですよ、やっぱ膝蹴りが得意なタイプとかそうキックが得意なタイプ、やっぱパンチとローの選手も十分そのヤサクレックさん教えてると思うんで、そうですね、蹴りだけじゃないってところがポイントですね、ここでムエタイの選手大体首相も行くんですけど、このルールにもしっかり対応してますね、スッと離して膝蹴り当てていきます斉藤、鹿野選手はこの距離をね、なんとかこのかいくぐりたいですね、右ストレートから左のミドル入っていくところワンツーで迎え撃ちました斉藤、左の林は斉藤選手はうまいですね、本当に自分の距離をうまく有利に進めましたね、膝が非常にいいですよね、この流れの中で前蹴りからパンチ膝っていう、でこのプッシングも上手だし、キャリア8戦目とは思えない、何かこう巧みさというのも感じられます斉藤、入れ替えて3次連打、斉藤の手が止まるか、佐野の手はここもう半歩、もう半歩遠いんですよね、佐野の近すぎちゃっても打てないっていう、そしてこのプッシングです、さらには前蹴りワンツーフックまでつなげてきます、佐野も返す、左のボディ手伸ばされるのはすごい佐野選手からしたら嫌ですよね、そうなんですよね、この場合このただの押し相撲じゃないですよね、上のフックトライが当たりました、今ちょっと効いたかな、効いたかな、手が止まった、斉藤の手が止まりましたが、いや返してきます、ワンツー右ストレートを伸ばす佐野、もう残り15秒第2ラウンド、セコンドから効いたって話しますね、右ストレート、そうでも斉藤も返す、すごいですね、まあ剣技が強い、いやここでしっかり、ね、斉藤に返せるのはすごいですね、そうこれこの距離に持ってってるんですよね、聞いたのをちょっと隠しながら、そういう、ま、ごまかし方って言いますか、優斗選手斉藤も巧みですね、うまいですね、ここすごいうまいです、ラスト20秒15秒20秒佐野選手に逆転されてしまうようなところでもちゃんと返したっていうのは、それでイブンに持ち越しましたからね、おそらく、斉藤のセコンドにはパリアキル選手がついています。松谷選手、ここから両者に期待することを教えてください、そうですね、やっぱ佐野選手はパンチの打ち合いも多分すごい強いと思うので、もうガンガン前に出て、で斉藤選手は、1、2ラウンドみたいにこう、距離を取ってパンチ伸ばして戦うのがやっぱあれですね、いいですよね、佐野の方は左ボディ一つ活路を見出したような感じありましたよね、そうですね、やっぱ近い距離入った時にボディ打てると顔も入ってくると思うので、あとは松谷選手が話していったカーフキックも、そうですね、カーフも足もどんどん蹴っていった方がいいですね、第3ラウンドです、ボディだったりカーフだったりね、その佐野選手は手数は少ないんで、その一発の的確さは非常にうまいので、そこから一気にね斉藤選手を崩していける可能性はありますよね、ワンツーボディ内側から打っていきましたが斉藤の返す膝、コーナー背負う形は佐野です、ちょっと斉藤選手効いてる気がするんですけど、気が強いですね、分かってますよね、体を預けながらパッチを通って出します、下がっちゃうと佐野選手の思い通りなんで下がらないように頑張ってますね、斉藤ももう武骨に武骨に前に出ていきます、こうなってくるとユウト選手も身長と関係ない、バックハンドブロー関係ないですが、この前の手今ですね、このちょっとプッシングしながらの、と膝蹴りの距離的にはやっぱ斉藤選手の方が優位な距離なんじゃないでしょうか、押されてる側はスタミナ削られるので、もう額をつけるかのごとく
コーナーでも斉藤が押していきますが、佐野選手は佐野選手で戦い方をしっかり知ってるし、はい、斉藤選手は斉藤選手でこの、ね、自分の戦い方をしっかりと、ね、徹底してますよね。この長身を生かして、石川さん、互いの良さが出ているっていうことではありますよね。この距離で膝出せるのがすごいいいですよね、パンチだけにならずに、うん、はい、ここ斉藤選手も顔を見てみれば分かる通り結構歯を縛ってるんで、こういう時にボディグッと見えないように打つと倒れますよ。はい、膝出してきます斉藤、膝いいですね。確かにこの組合の中でも松谷選手これって掴んでの膝じゃないですもんね、はい、じゃないですね。すごいどんどん使っていった方がいいと思いますね。接近戦こうしたごちゃごちゃとした、あ、ちょっと今削られましたね佐野選手、やっと、うん、この試合で初めて佐野選手がああいう顔見ましたね。膝膝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 膝の表情を浮かべました佐野、連打ダウンを奪いました。いや、これぞスタンディングダウンっていうラッシュでしたね、はい、ちょっと気持ちが、うん、そうですね、気持ちですね、多分スタミナが、はい、上がってきちゃったからこそ気持ちが切れたのかなって気がしますね、選手やっぱり長身の選手がああやって、うん、押され続けると疲れますよね、すごい、はい、佐野は2年6ヶ月ぶりの K-1 グループでの戦い、そのブランクもあるか、バックハンドブロー返していく、いや斉藤しっかりと獲物を捉えたかのような目で連打を見舞っていきます。でこうやって疲れたらくっつくっすね、自分のペースで貫いています斉藤、佐野も前に出てくる、ただそこを長いリーチで、今度はリーチを生かして取れています、はい、松谷選手このラウンドに来てもまず伸びますね、はい、伸びてますね、見えないと思いますね、下から上に息を見せる、はい、佐野も返しますが斉藤一つダウンを奪っています。斉藤は必ずちゃんとその、うん、もらった分以上を返すっていうこの、ね、K-1 クラッシュルールで必要なことをちゃんと分かってますよね、はい、うん、いい戦略です、いい戦い方です。まだ23歳です斉藤、倒したいストレート、左ハイキック試合終了です。右の拳を大きく突き上げました斉藤光也です。いや、よくやったと今セコンドからも声がかけられています。佐野は悔しそうな表情、お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。ジャッジ島村30対28、青斉藤ダウンを一つ奪っています。ジャッジ箱崎30対28、青斉藤、斉藤です。ジャッジから30対27、青斉藤、以上判定3対0をもちまして勝者青コーナー斉藤光也、大きな勝利です。ピラサクレックフェアテックス箕輪所属斉藤光也、ベテランの佐野を下しました。石川さん、一言お願いします。はい、ゆうと選手からね、ここで倒したいよなっていう厳しい言葉は出たけど、ここでね、このキャリアでですね、この佐野選手って30戦線を超えるベテランファイターをこういう風に競り勝ったっていうところは大きな、キャリアだと思います、斉藤選手、うん、はい、まあ、本人も KO 宣言はしてはいたんですが、十分気持ちというのは出てましたね。そうでしたね、自分の戦い方をしっかり持ってますからね、はい、ここによりもう今まで以上のこのね、KO 率上がっていったらもっと倒れない、勝てないファイターに なりますよね、はい、ミラサクレックフェアテックス箕輪所属の23歳新生斉藤光也、判定勝ちです。すいません全然ダメね、聞いた